インゲボーと、夫のカール、1920年代インゲボーは、ダンマークは、デンマーク王フレゼリク8世とその日で、スウェーデン王カール15世の娘であるロビーサの次女で、スウェーデン王子、ベステルイエートランドコーカールと結婚した。全名は、インゲボー・シャーロッテ、カロリーネ・フレゼリッケルイーセ。スウェーデン5名は、インゲボリアブ・ダンマルク。 インゲボーは1897年8月27日にコペンハーゲンにおいてベステルイエートランドコーカールと結婚した。インゲボーの母親がカールの重視であり親戚関係だったが、この結婚は親同士の取り決めたもので当人たちに面識は全くなかった。インゲボーは国民に人気の高いカール15世王の孫娘だったため、 スウェーデン人たちから歓迎された。1897年から1907年まで、姑の王妃ソフィアが、公の場に滅多に姿を現さず、義手の王太子ヒビクトリアは国外に滞在し続けたため、代わりに、インゲボウが、スウェーデン宮廷のファーストレディ役を務めた。インゲボウは、スポーツ好きで、アイススケートや、自動車運転を好んだ。インゲボウと、夫のカール王子は、 幸福な家庭生活を築き、子供たちを質素に育てて、家事を学ばせた。彼女は親しみやすい人柄で、夫の軍人仲間のみならず国民の間で非常に人気が高かった。1905年、ノルウェー人たちがスウェーデン・ノルウェー連合国家を解消して、独立を宣言した時、ノルウェー独立政府がカールとインゲボーを、ノルウェーを夫妻として迎えたいと主張した。 これが実現しなかったとき、夫妻は安堵したという。代わりにインゲボーの時系、カール王子がホーコン七世として、ノルウェー王に即位したが、後に、次女マッタがホーコン七世のコーラブ五世に嫁ぎ、ハーラル五世を設けた。1922年、夫妻が投資していた銀行が倒産して、経済的に困窮したとき、インゲボーは家計をうまくやりくりして、危機を乗り越えた。 インゲボーは三人の君主、ノルウェーをハーラル五世、ベルギー王ダン一世とその弟アルベール二世の祖母である。また、ルクセンブルク大公妃ジョゼフィーヌ・シャルロットも孫で、その息子で、大公アンリもインゲボーの彦にあたる。ありがとうございます。